面白サブカル解説したいです。帰っていい。え、さっきご飯食べたばっかじゃないですか。別にお腹減ってるから帰るわけじゃねえよ。そんなわけで今回はオンラインゲームにまつわる衝撃的事件、お兄ちゃんといてそいつを殺せないについて解説してまいります。なんかめっちゃ怖そうなんですけど。なのであえて BGM は明るめていきます。ギャップの不気味さが怖いわ。顔、お前怖いならやめればええやろ。お兄ちゃんといて、そいつ殺せないは、インターネットゲーム、ラクナロクオンラインにまつわるお話です。ラクナロクオンラインのユーザーだった女性、エッケン・ツキミヤは、同じくラクナロクオンラインのユーザーだった男性、374に異常な好意を抱いていました。374は迷惑がありましたが、ツキミヤは、妹と呼んでね、お兄ちゃん、お兄ちゃんと私の中でしょ、と、自身の脳内設定を前面に押し出し、聞く耳を持ちませんでした。自分の手に負えないと判断した374は、オフでも交流のあるユーザーの女性、アケに助けを求め、ゲーム内でツキミヤを説得します。め、やで。しかしここでもツキミヤは、私とお兄ちゃんは前世からずっと一緒になるって決まってたんだもん。ずっと昔に魔女に私たち兄弟は引き裂かれた。と脳内設定全開。さらに自分を説得してくるアコに対し、アコは私たちの中を引き裂こうとする魔女のしもべ。という設定を想像してしまいます。挙句の果てには月宮は、374の住所を特定し、日曜日、行くから。と、374に宣言します。そして日曜日の深夜、現実世界で月宮は、374の自宅のドアを叩きました。お兄ちゃん、お兄ちゃん、いないの？怖い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 。事前に月宮からメールを受け取っていた374は、屋外に隠れていましたが、返事のないことに苛立った月宮は、警棒らしきものでドアを殴打。お兄ちゃん、高い。おい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 。止めにかかった374が、俺の家の前で何してると発言すると、月宮は、彼がお兄ちゃんだと気づき落ち着きを取り戻しました。その後、彼女は警察に連行されますが、やはりそこでも、もしかしたら魔女に捕まってるかと思って、どうにかして助け出そうかと思った。と、天パな供述をしていたと言います。その後月宮は家に帰され、彼女の両親によってドアも弁償されたが、当の彼女は、お兄ちゃんはこのままだと魔女に殺されるとの言葉を残します。そのわずか10時間後、月宮の両親から連絡が入りました。その内容は、娘が出て行ってしまった。おいマジかよ。374は身の危険を感じ、自宅から逃走。アコと合流、ほとぼりが冷めるまで街中を移動することとなります。しかし、後に明らかになることですが、すでにこの時2人は月宮に発見されており、お兄ちゃん、見つけた。尾行されていたのです。居酒屋に入店して2時間ほどして、2人は居酒屋を出ます。雑談しながら、人通りの少ない住宅街を差し掛かった。そんなところで、アコがうめき声を上げて倒れてしまいました。どうした？酔いつぶれたと思った374は、慌ててアコの方を向きましたが、そこには、右手に警棒をぶら下げたエスケン月宮が、そして、お兄ちゃんそいつ魔女でしょ？だって魔女の名前で呼んでたもん。とアコに殴りかかろうとします。あかんあかん。が、374はカバンを使って、彼女のアコに対する攻撃を防ぎます。すると月宮は、お兄ちゃんどいて、そいつ殺せない。怖すぎ。彼女の怒号に戦慄した374が、月宮が体を止めたその隙を見逃さなかったアコ。何すんじゃ悪い。あー、すかさず月宮を殴り合った。その後警察により月宮は再度連行され、それから374は彼女には会っていません。また、ラグナロクオンライン内からも彼女の存在は消え、374と月宮の間の因縁は消滅したのです。こんな感じで、エッセン月宮は典型的なヤンデレ気質の女性です。当時が、インターネット界隈の急成長時代だったことも、話の蔓延に拍車をかけました。彼女の名言は、現在でもたびたびネタとして使用されているほか、この事件の名言に影響を受けた楽曲が制作されたり、アニメでも、ちょくちょくそれを元ネタとしたシーン、セリフがあるなど、この事件が、ネット上に与えたインパクトが伺えますね。なお、この事件については、話をまとめた管理人によって釣り宣言がなされています。しかしながら類似する事件などを知る人間にとっては、本当に起きても不思議な話ではないとされ、釣り宣言がなされた後も、この話が事実だったのではないかという憶測を呼び続けることで、この話は都市伝説化したと思われます。なお、ラグナロクオンライン15周年記念にリリースされた LINE スタンプには、お兄ちゃんどいて、のスタンプが存在し、実質公式化されていたりもします。いかがでしたか？こんな感じで今後もサブカルに関する面白いエピソードをガンガン解説していきますので、ぜひ次も見てくださいね。バイバイ。さすが葵ちゃんナイス演技です。えへへ、すごかったな。こう、なんか真に迫るものがあったな。えへへ、楽しかったです。また一緒に出ましょうね。お兄ちゃん。ほんと怖いからマジでやめてくれ。